こんにちは、ぬれねずみです。でですね、本日はですね、テレビのまとめし第3回ですね、題名が、僕らは奇跡でできているんですね。僕らは奇跡をできているって感じです。で、このチャンネルはですね、一応まあ、テレビのドラマを見てですね、その感想をまあ、大体まあ、10分前後ぐらいですかね、って話すって感じです。まあ、基本的にはね、みんなでテレビを見ようって感じで、まあ、ライブもね、時々やらせてもらってるんですけど、そういった趣旨でやってますので、よろしくお願いいたします。で、自分一人の時はね、テレビを見て感想を言ってスタイルですね。で、誰かですね、ゲストさん来てもらえる時は、ライブでね、実際見ながら話しながらって感じでちょっとやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。で、こちら僕らは奇跡はできているですね。今日第1回なんで、ざっくっと言いますと、主演が、高橋、伊勢さんですね。で、まあ、お相手役ですね。倉奈々さん。あと出てくるのは、要潤さん。小島和也さん。西畑大吾さん。八幡ほのかさんですかね。はい。あとです。あ、この子出てますね。なんだっけ、バイプレイヤーズに出てた。ちょっとこれ見ながらの配信になりますけどね。北かなさんですね。この子どこに出てくるんですかね。マイプレイヤーズ見てたのでちょっと気になりますね。はい。あとトリンドルさんとかですね。あとダンサーですね。ダンサーじゃない。ダンサーですよね。はい。田中みんさんですね。もうね、ちょっとね、さっき見ましたけど、田中みんさんが出てくるとね、ほっとせ、お、田中みんさんだみたいな。それね、ちょっとなっちゃいますね。あと戸田恵子さんですね。あとアナン・ケンジさん。あと小林薫さんも出ますね。そんな感じです。で、脚本ですね。まあ、昨日とはちょっと脚本話になるかもしれないんですけど、こちらがですね、脚本が、橋部敦子さんですね。もう結構ね、書かれてますね、結構ね。僕が生きる道とか、僕と彼女の生きる道とか。あとね、自分が好きだったのはね、フリーター家岡ですね。これは好きでした。で、あと、ライフですね。木村拓哉さん主演のですね、ドラマとかもやってます。結構ね、もう、信頼、置かれてる方じゃないですかね。結構、大きい感じの、あれもやってます。自分もね、名前は存じ上げてますね。で、あと、演出がね、河野啓太さんって感じですね。今ちょっとパパッとね、さっき調べたんですけど、フリーター家岡の時も結構組んでらっしゃるんですかね。三谷さんのところのね、ところってこともないですけど、その辺もちょっと絡みがある人で、みたいな感じですかね。はい、そうですね。やっぱ三谷さんの脚本のテレビドラマも多く手掛けておいって感じですね。結構ね、そんな感じです。で、この方が、これは何ですか、ね、そうですね。57年の。今はね、意外とね、書いてる人の年齢を気にするタイプの人ですね。大体どうなんかちょっと自分よりも一回り二回り上ぐらいの方ですね。もうね、ちょうどもう重鎮的な感じになっていくんですかね。はい。で、一応ドラマの感想ですね。基本はね、もう振りたい栄養価をね、結構好きだったんで、まあ多分再放送で見てたと思うんですけど、まあちょっと期待して見てました。で、全体的に言うとね、ちょっとなんか、一番にかけてやっぱスローな感じはちょっとしましたね。ゆっくり。で、まあ高橋一生さんが、まあ、まあ装飾系の、ちょっとこう、人付き合いがまあ、得意じゃないってこともないですけど、マイペースのなんとかな。よくまあね、マイペースがどうしたこうしたって書いてましたけど、キャッチのところにも、の感じの人って感じですね。まあ、それ自体はね、意外とね、まあ、今よくあるね。あれではあるんで、はい。で、逆にそのよくある題材というか、その、あれをどう、こう、面白く見せていくかって感じなんで、逆にちょっとハードルは高いのかもしれないですけどね。うん。でも、そういう感じの人が主人公っていうのは、まあ、今、やっぱり流行りってこともないですけど、まあ、カフコ、ね、カフコの、あれ、カフコなんだっけ。隣のカフコじゃないですか。忘れちゃった。ちょっと今調べますね。調べながらです。すみません。いや、過保護の過保護ですね。はい。その人とかもね、ちょっとね、もうちょっと、コメディタッチではありましたけど、そういう感じで、ちょっとね、人と違ってってこともないですけどね。はい。あれですけど、逆にね、今度の、高橋一生さんが演じる役の方が結構ベタはベタなんで、ってとこですよね。そっからまあ、小山奈々さんに絡んでいってっていうのが、出会ってっていうのはね、ちょっと今日もなってましたけど、全体的にちょっとスローで、そうですね。まずは、なんだろうな。まあ、自分がね、ちょっと特殊なのかもしれないんですけどね、その興味を持ってもらうっていうのが、やっぱり、その、主人公であれ、まあ、そのなんだっけ、まあ、ヒロインであれ、まあ、この人がどうなっていくんだろうって、やっぱ興味を持ってもらうっていうのは、意外とね、それこそ自分もお芝居をやってたんですけど、この人がどうなろうとかまままと思われたら、なかなかね、そのなんだろう、ドラマを見る求心力になっていかないんで、その辺がその、まあ、役者さんがどう作っていくか、まあ、キャラをやればいいってもんでもないし、どうなんですかね。多分、エイクラナナさんとかの役とかも、まあ、お金を持ってて、お金持ってっていうか、まあ一応ね、医者で自立しててっていうところもあるのはあるんですけど、今日のところはね、まだそんなに、興味がなかなか持てないって感じですよね。持てないっていうか、のかな、装飾系の人。
そうですよねって感じはなんとなくありました。かといってね、小林薫さんにね、ものすごい興味が湧いてもね、また困るしね。小林薫さんどうなんだ、小林薫さんどうなんだっていうのもね、それはそれであれなんで、そうなるとやっぱ主役の二人ですよねがどうなっていって、それでも脇の方がのドラマもちょっと絡めていってって感じなんですけど、ただもうその辺はね、多分ね、全然その辺も考えた上でね、多分作られてると思いますんで、ね、どんどんね、主人公が、に起こるドラマってこともないですけどね、ちっちゃなことでもね、ドラマってあるんですけどね、コンビニ行ってね、なんか、おにぎり買うのでもドラマはドラマですしね、どっちにしようかなっていうのでもドラマですし、その、なんだろうな、そうですね、その辺がね、やっぱり、難しいっちゃう。難しいですよね。どう見せていくかっていうのはね。で、全体として、一応ね、今回はね、ちょっとメモして撮ったんですけど、なんだろうな。なんかね、メモしてるの、なんかね、往生際の悪い人間たちって書いてますけど、まあ、意味はわかる。なんとなくそう感じたから、まあそうですね。のドラマ。ね、みんなほら、坊さんみたいにね、みんな悟ったように生きれればいいけど、まあ悟れないじゃないですか。そうそう。そういう感じのね、うん、まあ、悟れないよねっていう、感じのドラマが好きなのかな。だからその2も若干感じたのかな。これちょっと謎の言葉ですね、なんかね。何を考えて書いたかちょっとよくわかんないです。で、あとね、メモしてるのは、まあ、阿南健二さんですね。まあ、はっきりしたあれなの。これどこでやってた人かなのかなみたいな感じでね。この人はね、サンシャインボーイだったかな。サンシャインボーイズかなんかだったと思うんですよね。小島和也さん出てましたよね。小島和也さん、いいですよね、なんかね。多分皆さんもやっぱりいいと思ってるからね。アンジャッシュの方ですね。仕事あるんだと思いますけど、いつ見てもね、とても和也さんだって感じがします。良くも悪くもね、脇役に徹してね、徹するというか、なんだろう、ちょうどいい塩梅の、なってるんで、自分もね、小島和也さんのは大好きですね。あとですね、その後どうやって見てください。アナンケンですか、調べてください。すいません、アナンケンさん、アナンケンさん、アナンケンさん。あれ、この子どこ行ってた？あ、教えろか。阿南健二さんが、阿南健二さんは、あれ違ったな。そうですね。若干関係があるって感じですかね。あ、三谷幸喜さんの脚本に結構出てるって感じですね。はい。この人もね、パキパキしてて、九州の人ですね。はい、応援します。で、あとはね、自分がさっき気になったのが、来た。あれ、来た。あ、この子ですね。なんてあ、ジャスミンが、バイプレイヤーズね。この子もね、やっぱバイプレイヤーズ好きなんで、ちょっと応援していこうと思います。生徒の役だったんですね。全然気づきませんでしたね、やっぱりね。さすが役者さんですね。で、そのぐらいかな。あとは、そうですね。だなんとなくの、その、なんか、過去、ドラマにの、なんか核となるモチーフが、まあ、意外とよくある感じの、その、よくあるっていうかな、なんかこう、その世間とは馴染めないけど、なんとかってか、なんだろうな。でもその人にもなんかその人には見えないね、それこそなんか亀をいじったりとかなんかしてましたけど、まあそういう感じの人にまあ、倉野さんが惹かれていくっていうのもあるのはあるんですけど、惹かれるんですかね、どうなんですかね、自分はちょっと大人なんでね、まあそれはそれで別にいいことだと思うんですけど、どうなんだろう。その辺ですね。その辺はね、ちょっとね、まだね、実況とかも見てないんで、どういう風に感じたかですよね、多分ね。なんかね、昨日のあのドラマ、中学生日記か。中学生日記はね、自分大絶賛してたんですけどね、それを見てて、もう誰に感情移入していいかわからないっていうのもね、結構大半って、まあ、書いてる人も大半ですよね。書き込んでいる人も一応大半って感じだったんで、自分がちょっと特殊なのかなっていう感じもあるんで、もしかして、このぐらいの感じの、その方が、やっぱり、見てる皆さんはね、共感しやすいのかもしれませんけどね。まあ、ただね、もう書いてる人がね、フリーターの人なんでね、自分は絶対的な信頼を置いてます。信頼というかね、あれ面白かったなっていうのが単純に残ってますので、まあ、その後ね、ちょっと期待してって感じですね。あとね、最後あたりでね、なんかね、高橋一生さんがなんかいいセリフ、今のはいい、ちょっとセリフだよね、みたいなのをね、ちょっと言いましたんで、これもう、それだけしかメモしてないんで、何のセリフかわかんないですけど、はい。その辺もね、ちょっとね、最後終盤出てきますんで、もしね、これから見ようとかね、いう方はね、その辺も楽しみにしてみてください。自分もね、基本はね、このドラマに関しては一話一話ちょっともう追っかけていこうと、なんかね、仕事じゃないんですけど、仕事みたいな感じでちょっとやっていこうと思ってますので、これからもね、このドラマ、僕らは奇跡でできているですね。はい、そちらですね、そちらの方、楽しみにしましょう。じゃあ次回またお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。